日本鹿児島県日置市吹上町、和田和田小学校付近の航空写真吹上町和田は、鹿児島県日置市の大和。旧アタコ伊リイ和田村、アタコ伊リ村大技、和田、日置郡伊作町大技、和田、日置郡,郡吹上町、和田。人口は853人、世帯数は295世帯。郵便番号は899-3311。 日置市の南端部、万野瀬川支流堀川の上流域から中流域に位置する。阿佐域の北方には、日置市吹上町中の里、吹上町湯の浦、南方から西方にかけては、南薩摩市近方町、王の南方には、南薩摩市近方町大阪、東方には、鹿児島市上福本町がそれぞれ隣接している。麻生の西端部を、国道百七十号が、 南北に通り、地域の東部を、鹿児島県道291号松本川辺線が、南北に通っており、地域の東端部を、鹿児島県道20号鹿児島加瀬田線が通っている。西部に集落が集中している田は、産地となっており、産地となっている東部に、いくつかの集落が点在している。阿生駅の西部に、鹿児島県立農業大学校及び、 日置市立和田小学校が所在している。また、1985年までは、吹上町立平加総小学校も東部に所在していたが、伊作小学校に統合され、廃校となった。和田という地名は古くは中世、鎌倉時代より見え、伊作省のうちの名だなであった。県庁7年の関東下事情に、島津忠久の地名であった三村の一つとして、和田村が記載されている。 また、影響4年には、薩州家初代当主の島津洋区により遺作院の和田村和王の村と共に、あた中世にずつが割れた。江戸期には、薩摩国あた氷遺作号のうちであった。村高は、天保郷町及び、群村高辻町では1,156国余り、三州五地西洋欄には745国余り、遺作名称詞最先町には794国余り、 休行給料取調べ庁には823国、余りと記載されている。江戸期の村内には、多伏瀬里との境界上に、い柵の巻があり、約250頭ほどの馬が飼育されていた。和田村の人口は2058人、個数は448個であり、農民が大半を占めていた。1889年に、町村制が施行されたのに伴い、遺作郷の区域より、 伊作村が成立し、江戸期の和田村は、伊作村の大技、和田となった。1908年に、地域内にあった新宮神社が、湯の浦の南方神社に合祀された。1922年には、伊作村が、調整施行し、伊作町となり、道長の大技となり、1955年に、伊作町と長吉村が合併し、吹上町が新設され、道長の大技となった。 2005年には、吹上町が、移住院町、東一木町、日吉町と合併し、日置市が新設され、大技和田は、日置市の大技、吹上町、和田となった。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。麻井市内には、鉄道は通っておらず、1984年までは、吹上町従来に所在していた。 鹿児島交通枕崎線の南吹上浜駅、または近方町にあった北田伏生駅が最寄り駅であったが、同線の廃止により廃駅となり、現在は利用できない。ありがとうございます。